愛斗です。ケントフィットネスケントです。最終日、はい、最後の日ですね。先生お疲れ様でした。ちょっとあのもう先に出てると思うんですけど、なんとなんと、はい、体重が お願いします。 55.8 が2ヶ月でどうぞ 49.5。 すごい。目標を40キロ台はまあ将来的にって言ってましたもんね。50点なんとかがいいなって言ったんですよね。2ヶ月で出しちゃいましたね、40キロ台。こんな落ちると思ってなかったです。いやだって今スノーさんが40歳。はい、40です。でしょ、で40キロ台でしょ、うん、すごいね。都市と一緒ですよね。いやすごいと思うよ。身長160、はい、40キロ台、はい、すごいよ。すごいんです ね。え、もう高校生の時結構太ってたんですよね。で社会人になってから結構細かったです。46、うん、ね、だから20代の社会人って皆さん痩せてますよね。仕事でやっぱ忙しかったりしてね、食べる暇ないみたいな。だからそれ以来の40キロ台じゃないですか。すごいよね、素晴らしい。ありがとうございます。いや、こちらこそいい結果を出していただきありがとうございます。ね、しかも今日の朝から生理になったんですよ、うん、だから、ね、女性 その生理の周期で基本的には水がためるっていうことを言われてるので、1キロぐらい太る気がする。そう、多い人で3キロぐらい太る人いますからね。そうなんだ、うん、だから最低でも1キロ増えてるとなったらもう48キロ台の可能性がありますね。あ、すごいですね。素晴らしいですね。いやでも正直な話、うん、食事制限いけたのって、うん、まあ家でコツコツ真面目に、あとちょっとビビりっていう性格もあるんで。そうですね、もうあのスノーさんとメッセージやり取りしてて食べてしまいましたっていうメッセージがね、そう、はい、まあ、そういう何ですかね、緊張感みたいなのをずっと持ち続けて8週間やっていただきましたね、はい、あとやっぱりあの寿司ブリトーのケントボールがあったからママ友とランチ一緒に行けるっていう。寿司ブリトーってあの前寿司ブリ、噂の前寿司ブリトー。そうです、噂のスノーゴヨタツのね、もう4回5回もっと行ってる、週1ぐらい行ってる。このダイエット中も、うん、もっと来たか、もっと週1は最低来た、週1ぐらい行ってた、週3ぐらい来た時ありましたよねありがとうございま す。だからそれで友達ともこう気まずくなく楽しく元気で、はい、ですね。いや本当ね、トレーニーの皆さんはあの外食ができなくて困りますっていうふうに言われるんですけど、確かに外食すると油とか糖質とかも大量に使ってるんで。いや、ほんでサラダだけ売ってるコーヒー屋さんとかあるじゃないですか、うんうん、でももう見たらなんかチキン入ってんの、うん、周りはなんかこう、うん、揚げ物みたいになってるとか、うん、ベーコン入ってたり、うん、マヨネーズ使ってたりとか、チーズとかね、そうそう、チーズ、うん、そう、これだから全然食べるもんないやん。だからダイエット中減量中の人は意外と外食食べれるもんがないんですよね。 それでなんかこうやっぱ気まずくなりたくもなかったんですよね。なんか今食事中やから誘ったったらそうかわいそうかなって、まあ友達も気使ってくれるじゃないですか、うん、なんかでもなんか寂しいじゃないですか、ねえ、みんなの相撲だからね2ヶ月間ね、一人ぼっちになるわけにいかないですから、うん、いやでも本当その中でこの結果はすごいと思います、うん、だからあの実践的ですよね。今後ここの、ケントフィットネスのダイエット2ヶ月は終わったとしても、あのちょっと太ったなと思ったらそういうふうに食事をうまいことコントロールしながら外食でもうまくやっていけるっていうことを実践していただきましたよね、うん、実証か、実証していただきましたね。だからそのマイ寿司ブリトーでケントボールがあるから安心して先にランチ行けるっていうことと、まああと周りの友達もなんか例えばみんなでどっか食べに行ってフードコートで私がサーモス弁当を開けても気にせずに一緒にいてくれる優しさとか、そう、ね、皆様の愛で、うん、スノーの脂肪は燃焼したということですね。だから努力してる間っていうのはあの、うん、その痩せたから何なのみたいな感じで見てる人も少なからずいますよね、うん、でも結果を出した時にやっぱりえーってびっくりされる。でそれで体が変わったっていうことだけじゃなくてすごいことを成し遂げる人なんだっていう一目置かれる、うん、だからそれはもうボディメイクでもう言ってみたら少し快感みたいなのがありますよね。達成
感ですね。達成感と認めてもらえるっていう感覚と、なかなか普通に生活してて、皆さん趣味あるじゃないですか。趣味でこんなことができます、野球でホームラン打ちましたって言っても、その野球の現場にいなかったら誰も気づかないけど、ボディメイクのいいところは見たら分かるんで、努力の結果が体に出るんでね。もうオクラ食べすぎて輪郭オクラなってきたっていう話出てるくらいのそですね。まあでも本当に上手にダイエットされましたよね。何回かね、やっぱハプニングもありましたね。たこ焼き食べてしまったとか、お好み焼き食べてしまった。でもその都度連絡してもらって、じゃあちょっとだけ有酸素運動入れましょうかとか、少し糖質減らしましょうかとかっていう感じでやって、それを実践していただいた結果ね、見事なリザルト出していただいたので、そうですよね、うん、なんて言ったらいいのかな、その別に40キロ台とか何キロ痩せたいとか細くなりたいっていうのが目標じゃなくて、メリハリのある体を目指してて、やっぱり筋肉つけたい、こう姿勢を改善したいとか、なんかそういう、なんていうんですかね、体重以外のところでも私はすごい効果を実感できているんです。そうですね、まあ、単純に食事だけでダイエットすると、特に僕らもアラフォーとかアラフィフの人たちはもうストーンと落ちてしまって、あれ病気なのみたいなことを逆に言われてしまうこともあって、やっぱトレーニング、特に筋肉トレーニング、筋トレと言われるものを入れながらダイエットすると、健康的に痩せてスポーティーなフィットな体になるので、ね、まあ、それもね、そうですよね、そこがやっぱり大事かなと思いました。こちらも本当に勉強になりました。スノーさんのいい結果を出していただいて、ありがとうございます。これからはだから、お家でも食事を気をつけて、あと自宅でも簡単にできるようなトレーニングを、せっかくね、ここでね、トレーニングの良さを感じていただけたと思うので、これをまあ、ね、本当に死ぬまで続けて健康でいただきたいと思うので、家でできるトレーニングっていうのを今日はね、ちょっとやっていただいて、今後につなげていただきたいなと思います。もう次ケント先生に会った時に、あれ太ってないってならないようにね。そうですね、たとえね、僕らだって調子乗ってね、食べ過ぎたら太ったりしますけど、今回でその痩せ方を学んでいただいたので、常に修正できるっていうことを自分の中に持っていただけると思うので、それでね、ちょっと太ったり痩せて、痩せすぎたらちょっと食べようかみたいな、うそういう体のコントロールができるようになると思うので、う、一番本当に学んでいただきたいっていうのはそこですね、はい、もう一生、ダイエットとか食事をうまくコントロールできるようになっていただきたいっていう、なんかやっぱりプロについていただいて、そのウェイトトレーニングとか、そのフォーム、姿勢とかやり方とかってやっぱ素人にわからないから、すごいそのプロにちゃんと遠くからとか近くから見てもらって、正しい姿勢を覚えるっていうのももちろん大事なんですけど、やっぱ食事とかその生活のね、リズムとかで、こういう食べ過ぎた時にはこういう運動っていう知識も、なんか YouTube 見たりとかインターネット見て、あ、こんなん良さそう、こんなん良さそうって、もう情報量がありすぎて、そうですね、今の時代はね、本当に簡単に情報が入る分ね、どれが自分に合うのかが分からなくなるっていうのがよくね、ダイエットに陥りやすいことですね。だからもう今回ケント先生にはそのトレーニング中の姿勢とかだけじゃなくて、もう全面的に体が健康な状態で、いいフィットな状態でいられるのの全てを教えていただいた気がします。まあまあ全てではないですけれども、まあもう Google で検索しないでください。Google で検索しないでくださいって言ってるような、検索しないでくださいねっていうふうにね、よく言ってましたけど、まあ、いろんな情報を入れてしまうと、どれも正しいので、だから今回、スノーさんに合うダイエットはこれですよということで、2ヶ月間ね、もう忠実に実践していただいたので。ほんで、合ってたから結果出たしね、という感じですね。そうですね、本当にそれはね、僕にも自信になりますね。ありがとうございます。なのでね、やっぱりね、最初の入り口ってなかなか大変なんだと思うんですよ。また明日から、また明日からってなるけど、やっぱりちょっと正直な話ね、自分でマイペースに、なんかこう無料のものでって、やっぱどっかでちょっと甘えとか出るんですけど、やっぱりきちんとお金を払って、いつからいつまでって期間を決めて、何もわからないところからちょっとスタートしてみるっていう、その一歩さえ踏み出せたら、そこで得るものがたくさんあって、今後先にもうつながりやすいんじゃないかなと思って。そうですね。
なんかこのダイエットっていうのはね、こう踏み込むみたいな感じのイメージありますけど、これダイエットだけじゃなくて何やるにも、うん、もう無謀でもいいから一歩踏み込むことで、そこからどん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 道が開けてくると思うんで、まあ、それが今回ボディメイクであったっていうことですね。はい、しかもそのたくさんある情報の中でこう間違ったチョイスを先にして失敗して、もう無理やなって挫折するよりも、やっぱりプロの知識と経験とね、やっぱりケント先生もご自分で経験されてるのを元にされてるので、そうですね。だからまあ、この2ヶ月だとアーモンドミルク事件なんですね。はい、これアーモンドミルク事件もね、2人で一緒に解決できたから、最後一気にね、ダイエットの方法がこう見つけれたというか、ね、そうですね、3週間ぐらい53キロ事件も多分あれですよね。そうですよね、はい、なんで僕の説明不足だったので、そのやっぱりそういうふうに、一緒に何をしてるか何を食べているかっていうね、一緒に話し合いながらやった結果この結果が出たので、はい、本当に良かったなと。ありがとうございました、はい、本当に。じゃあ今日はですね、はい、家トレ、はいはい、をちょっと一緒にやって、はい、それを今後やっていくと思います。はい、ありがとうございます、はい。まあ、引き続きスノーもこれがどうなっていくのかを、うん、まあ、2週間に1回とか月1単位でできる限りやろうかな、うん、そうですね、はい、うん、毎日食事今まであげてたんですけど、うん、それをなんか、ね、まあ、インスタグラムで毎日あげました、ね、でもね、ケント先生、私一つだけケント先生と約束しててできてないことがあるんですよ。ありましたっけ、最終日に言うのもあるんですけど、うち、んうん、に鏡ないです。はあ、鏡見ないことないですね。全くないですか。ここぐらいに映るのしかなくて、ぜひぜひ全部映る鏡はあった方がいいですね。でも最初の方に言われてたんですけどね、なんか見に行ってね、ああ持って帰るのめんどくさいなと。わかります、わかります。買います、ちゃんとですね。鏡は、うん、やっぱりね、自分の確認で、はい、まあ、ナルシストに思われるかもしれないですけど、うん、確認しないでね、どんどんね、まあ、置いていくというか、そうですね、ね、重力に負けてしまうぐらいだったら確認しながらね、あ、修正しなあかんなって気づいてる方が絶対いいと思うんで。特に姿勢悪いって。そうですね、姿勢は本当に鏡見たら一発で分かるんで、あ、油断すると完全にこうね、ぐにゃってなっちゃいますから、あ、ちょっとお祝いにご褒美に自分に書いたいと思います。あ、いいですね、はい、まあ、それをね、節目節目で何か買うのいいですよね、はい、はい、ではやっていきましょうか。はい、ラストトレーニングですね、頑張ろう。